僕のおじいちゃんがモヤイ像渋谷のようにモヤイ像を作ったんですが最後に作ったモヤイ像が目だけのモヤイ像なんですねその奥にそびえ立っているのが神津島という神の島です三角形にそびえ立っていて三角形に目でプロビデンスの目になっていておじいちゃんもしかすると好きと楽しいお知らせするデートがおかるどぶ そうう島の独特の文化とかお持ちっていうのはなかなかいらっしゃる<う>面白いですねでもそうですね本当に有名なところで言うと、うん、まあ毎年1月24日は日暮れからは家から出てはいけない海難奉仕という儀式が令和になっても400年続いてます。はいはい すす、はあ、すごいででねそうなんですよで、まあ、亡霊が上がってくるから出ちゃいけないんですけどそれに合ってしまうと死んでしまうって言われてるぐらい、はい、史上最強の幽霊と言われて<ー>地獄先生ああヌーベイでも特集されたぐらいの<え>、はい、幽霊なんですよ。なんて幽霊とかあるんですか海海難奉仕あ へそうなんです悪代官の幽霊その海南奉仕という悪久台湾が400年前に亡く,亡くなって、はい、その亡霊が今でも毎年1月24日になると島の中を徘徊しているなのでそれを沈める家系っていうのがいるんですよ沈める家系だけは家から出て、はい、まあ海の中で何か儀式してるそうなんですけども、はい、それやってる家系は僕の親戚なんですね<ー>だからもしかしたらそれも僕継ぐのかもしれないですよ なんか王みたいになると国変わってきますからねそれねす,すごいですなんか、うん、じゃもう上松家っていろいろそういうことを担ってきた一族の末裔とかもでか、ねうん、それかじゃなんか不思議とそうかもしれないですね<ー>まあそれだけじゃなくて僕のおじいちゃんがモヤイゾ渋谷にあるモヤイゾ作ったんですがあれ新島に130体あるんですよ<え>あの大きさのやつが。 昔からですか。それもそうですね。昭和50年ぐらいからですね。<ー>50年あぐらい後からですね。あります。あれはどういう意味合いの。 あれはもう完全におじいちゃんが島おこしですよね、ちょっと珍しいものを作って、もやいっていうのは意味があって、方言で助け合いっていう意味があるんですなので、助け合っていこうねという意味を込めて、像を置いてるっていうことになってすなんか呪物的なとかいことじゃないんですね。物的なものではなんかもうなんか呪物なのかと思ってしまう悪い癖で。違うんですけど、やっぱり異工職人で、おじいちゃんの家になぜか皇室のものがいろいろあったり。 皇室の心霊写真があったりするんですよ。ええ?。まさか神棚に飾られていたり。あとはまあ、いろんなこと調べていくと、どうやら。最後に作った模様映像、目だけの模様映像なんですね。ええ。で、その奥にそびえ立っているのが、神津島という神の島です。三角形にそびえ立っていて、三角形に目でプロビデンスの目になっていて。おじいちゃん、もしかすると。どう秘密結社かもしれない。 このチャンネルの視聴者が大好きなんですね。大好きなやつですよね。ちょっとそのお話も、じゃ、また、ね、後日いただく感じで。あ,あ、ぜひぜひ、はあ。お願いしたいです。はい、あ。ちょっと、じゃ、なんか、<あ>今日は、なんか、前回の続きのお話があるというところで。 そうですね、はい、まあ前回島のお話をさせていただいて、はい、まあ父親が幽霊でご飯を食べていてその近くにあるのが、うん、まあ,あっち山という読泉、はい、の国につながっている山だったよって話話だと思うんですけども今日もまた島のお話をさせていただきたいんですが、うんはい、お願いします,しますえこれはですね前田さんという方から聞かせていただきました、うん、これも2022年の話になるんですが3月に聞かせていただいたんですその前田さんが住んでいる場所というのが山のふもとなんですね。うん その近くにある山というのが宮塚山という島で一番高い山なんですよ。そこで、まあ、前田さんいつも山菜採りをしに、まあ、登山みたいな感じで、ね、山登っていくんです。で山登っていて島の名産というとアシタバという葉っぱがあって、まあ、すごく、ね、健康食材なのでそれをいつもね取っていたんですがある日前田さん取っているとこの視界の,この隅っこに何か ちっちゃい子供みたいなものが踊っているのが見えるんですってこうやってでえっと思って見るといないまあいいや気のせいかなと思ってまた足束を積んでいるとまた視界の隅っこに何かが踊っているのが見える子供にしてはちょっとなんか緑色だぞと思ってハッと見るといない変なのと思ってまた撮ろうとしたら今度は目の前をふっと影がやってきたそうなんです 何だと思って見てみるとそのさっきまで視界の隅っこにいたものが目の前にいて緑色の子供みたいなものが黒い布をふわっと覆いかぶさってきたそうなんです。で黒い布がふわってなくなった時に前田さんさっきと違う山にワープしてたっていうんですよ。でその時に思い出したっていうのが新島にとある妖怪がいるんですね。その妖怪が ジハの目というひらがなでジハの目という妖怪なんですがこれ知っているのって前田さんが住んでいる地域の本当にまあ数世帯だけしか知らない、えー、妖怪だそうなんですがもしかしたら今のジハの目なんじゃないか初めて見たと思ったんですがまあそんなことはどうでもいいこの山はどこだって思っていたら気づいたのがあっち山の畑城神社 黄泉の国に繋がっている神社の敷地の中だったそうなんですね、うん、あ,れあっち山と宮塚山結構離れてるのになんでワープしたんだそう思っているとシャンシャンシャン鈴の音が後ろから近づいてくるのがわかるんですってその鈴1つじゃなくてどうやら数個の鈴の音がしてきたのでもしかするとこれあの世へ連れていく 死者なんじゃないか。使いの者が来ていて、俺を連れて行こうとしてるんじゃないか。そう思って、急いで逃げたんです。後ろも振り返ることなく、急いで逃げて、そのあっち山から抜け出して、なんとか、また宮塚山に戻ったそうなんですね。ああ、よかった。今の何だったんだ。もしかしたら本当に、俺、死ぬとこだったのかもしれない。そういった経験をした前田さん。そこから数ヶ月経って、大きな病気が見つかって、都内の病院に入院したんです。 まあ島というのは診療所しかないのであまり手術とかができないので、まあ、ヘリで搬送されて都内のとある病院に入院したんですけども、まあ、そこで手術などを終えてでもちょっとまあ体がまだ戻ってきてないので体力もないのでその期間に前田さんと僕連絡を取ったんです。 でその連絡を取っている時にまだね、えー、流行り病があった時代なので、えー、ちょっとあまり面会とか行けなかったんですよなので、えー、電話で連絡を取っていたんですが電話で「前田さん大丈夫ですかその後」って聞いたら「いや大丈夫だよだいぶ体調も落ち着いてきて体力も戻ってきてねご飯もおいしいから、えー、そろそろ島に戻れるかなと思っているんだけど俺最近毎晩毎晩寝てると起こされるんだよね シャンシャンっていう鈴の音に島から出てももしかするとその旗代神社にいるあの世への使いの者たちは今でも前田さんにつきまとっていてシャンシャンと鈴の音を鳴らしてあの世へ引きずり込もうとしているのかもしれません。そんな話を ししててていたたに自派の目ってじゃあ果何か目が,目がなんか特徴的なのかなって思っていたんですが、まあ、昔からちょっと隠さなきゃいけない秘密のこととか儀式とかそういったものっていうのは言葉を入れ替えたり逆さまに読んだりするっていうものが日本には根付いていたんですが「うん、自派の目」を逆さまにしてみると目の端なんですね。 いいつも目の端にいる妖怪それが真ん中にやってきてしまうとあの世へ連れてかれてしまうそういったあの世への使いの妖怪をのの目と呼んんでいるのかもしれません皆さんも目の端っこに何か緑色のものが見えたらぜひ気をつけてくださいありがとうございました 知られちゃいけないってことで相互うううにしてるんですかねそれって。うん、相互の可能性は高い。そうです。はあ。うん、今の話似たような話も聞いたので、<え>ちょっと前に、はい、奥多摩の山の方で、はい、大学生が何人ぐらいなんかあの行方不明になった事件があったとご存知ですか。ちょっと僕は覚えてない、ね、僕も知らなかったんですよ。はい、で、それのあのま山岳本マジの山岳救助隊の方々が、はい、ま救、あ、助に行って。はい その大学生、10日間ぐらいこ横不明だったんですって、はいでまあ、結局みんな生きても見つかったんですけど、うん、10日経ってたのにもかかわらず、うん、ピンピンきれいな状態で出てきたんですよ、うん、誰一人衰弱もしてなければ、うん、汚れてもいないし「うん、えって何やったの?」って綺れに出てくるんですってで4人とも全く記憶がないんですって、うん、何の記憶がないんですって、うん、で、うん 親御さんが迎えに来ても親御さんのことも分からなくなるんですってえっそんなになんですけどなん何か覚えてないのって聞いたら<ぁ>4人とも言うのがは<ぁ>大きい目の生き物にあってから何も覚えてないって言うんですって <laughs> これマジの山岳隊の話なんですよは大きい目で,はは<ぁ>でなんかその奥多摩辺りの,そ,のそういうことをされてる方たちにああいうの有名らしいんですけど<ぁ>11月は,は<ぁ>ちょっとそういうことが多いから。 山には入らないっていうのがあるんですってはいはい目じゃないですか目ですねえこれなんか似た話だなと思うのずっと聞いてて山だしはいねその体験者の方も変,<い>変な体験してワープとしたじゃないですかそうそっそう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 そってたらう体ボロうそうなうそ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 めちゃそう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 そべ物とかもそうそなかなかうなそう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  なんか本当フラットで僕の陣内見つかったらしくて、えー。ええ。だそれがさ、十一月はもう、その山岳隊の人もちょっとやっぱり、あの奥多摩の山って入っちゃいけないねっていうのが。共通認識あるみたいで、はい。もうこれも上松さんに行っていただくしかもうないんじゃないかなみたいな,な。ちょっと思わない気がで、えー、聞いてますよね。はい。行きます。さすが。つすぐ行きます。でも一個、思い出したのが。はい,はいはいはい。僕の島ではな、ね、い、そう新島ではないんですけど、とある島で、11月は。やっぱり、山入っちゃいけない日があるんですよ。はいはい えー、でもそれっていうのが理由がちゃんとありまして山とか森とか畑も入っちゃいけないっていう日が一日だけあってなんで入っちゃいけないかって言われてるとこどもの頃はみんな知らなかったそうなんですけども大人になって知るとその中で呪いの儀式をしてるからって言われてる なので、まあ、子供にはもちろん見せちゃいけないし他の人にも呪いって見られちゃいけないって言われるじゃないですかだから呪いをする人がその日だけは呪いをしてるから山とか畑とか森には入ってはいけないよっていう日が一日あるそうなんですへ、うん、えー、だからそういう結構まあ意味日というか山に関する意味日っていうのがやっぱ11月に集中してんのかなと思いましたね何かこう何かがあるのかもしれないですね なぜか分かんないんですけど、はい、新島の,その商工会の,その女性部の部長が僕の母親がやってるんですけどといつもこの交流を深めてるのが多摩の<え>奥多摩とか多摩の地域の商工会となぜか一緒に行動することが多いんですよこれまたなんかこれ隠された何かなんじゃないですかねこれなんか過去さかのぼったらありそうですね東京とか絶対隠してますね何かをありえるこれはもう 上松先生に言っていただいて、やっぱり暴いていたりしたないんですよこれはもうデイトナさんと一緒に行くしかないなと思ってます。僕らはもうあの、あの怖がりなんで。現場行かないで、遠ので待ってるとこ多いんですけど。ちょっとね、本当にあの、わがわがす先生と一緒とか。あ、そうですね。いいかもしれない。いや、面白い。ちょっとぜひ、ちょっとそっちの方も。はい。よろしくお願いします。ちょっと調べてみます。はい、ありがとうございます。それでは、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。